OK。 ただいま。 Yes。 あの例のゲストハウスにまた帰ってきました。時はお風呂に入ってる間、カズマも僕と動画の編集にまた取り掛かっております。 Yes。 To find America の、うん、ナンバーワン、シャープワンを今エディット中です。こんな感じでね、うん、やってます。うん、時はこの、ブリートを食べながら、うん、まあこのブリート結構でかいのに150円だったね。よかったね。これよかったな。これもうめんだよ。そうそう、日本のドリトスと全然違う。リアルドリトスやばいね。めっちゃうまい、うん、でね、これとかが俺これお気に入りなんだけど、これもうコンビニに置いてあるこのスタバのコーヒーなんだけど、うん、これ300円ぐらいするんだけど、うん、これここ無料で置いてあんの。本当に無料なのかどうかわかんないけどね。まあね、でもなんかご自由にどうぞ的なスペースになってて、だよね、写真にもこれありますよみたいな感じで写真が載ってたりとかして、ちゃんとまたあれ読んでみよう。うん、読んでみて、うん、だからこれがタダで飲めて、安すぎるからね、ここさらに1500円ぐらいでしょ、1人よりも安くなったんよ。あ、そうなん。うん、1110円ぐらい。うん、うまい。うん、最高。スタバが多いね、アメリカ。スタバだけだね、逆にね。うん、うん、スタバとマクドナルドと。うん、もう無くなったなと思っちゃうよ。かわいそう、申し訳ないです。最高の天気だ。気温がちょうどよくないか。ちょうどいい、うん、OK。 What do you think is 何をビビってんねん、見たことない顔してるぞ。行くか。車でこの街を回ってることがあったらまた来そうな場所だな。そうだね、ここは本当にいい気持ちを一回完全にゼロにするような場所だな。うん、今後どれだけこういうところに出会っていくんだろうね。ねえ。やってきたかのような感じですけど、そうです、ここにはまだ雪が残ってるんですね。めっちゃ多分ここあの一つ山越えしてるのかなと思うんですけど、うん、あんまり北に登ってる感じじゃなくて、うん、グランドキャニオンの中でも、うん、南の方に今日は行く予定。あ、そうなんです、今からグランドキャニオンに、行きます。はい、多分グランドキャニオンの行く途中の山を越えてると思うので、こんなにあの雪があると思う。なるほどね。実際ラスベガスよりも南に下ってるから、あ、うん、標高が高いんだよね。そういうことだと思う。じゃあもうちょっとバスの、このバスのね、はい、旅を。バスのうんちゃんがびっくりしてました、僕たちがバックパックで来ているって言ったら、あんたちょっとホテル取ってないのって言ってます。はい、はい、行きますか。行きましょう。じゃあ、はい、もうちょっとバスの旅に、うん、オッケー。はい、はい、到着しました。ねえ、早速どっちなんだろう。うん、なんか早速行ってみましょうか。
いやでもね、うん、来れると思ってなかったよ人生で。あグランドキャニオンね、俺も思ってなかった、うん、ねてかまあ行けたらいいなぐらい、うん、ちょっと待って待ってやばいよ。いや見えてきたよ。やばい見えてきました。それにしてもちょっとレアなグランドキャニオンを見せていただいてるんじゃないですか。これ1月のこの時期じゃないと多分雪がないかなと思うんですけども、目の前に最高の景色が見えております。えこれはもう明かしてしまっていいんでしょうか。まだ行こう、行きますか。やばいでしょこれは。うわえすげえわ。嘘だろ、こんなでっけんだ。嘘だろ。行きますどうぞ。こちら、うわこれ伝わんねえ。伝わんねえか。これはすごい。動画でこれは伝わんねえか。えでも写真よりは伝わると思うよ。うんすげえな、ちょっと行ってみようよ。いやすごいわ。えこれ伝わるかな。石田さん、うわまだまだ続きますから、あっちそしてこの深さ見てください。これ 3D じゃないと伝わんない。あそうだね、 2D 動画じゃ伝わんない。手をこうね、そうこの奥行きはだってここも僕たち崖だよ。やめごわんや、めごわんや、もうすぐそこ崖っぷちの2人ですよ、いろんな意味で。なんだこれ。でもさ、人がいてもさ、やるべきじゃない。じゃやりましょうか。えやりましょう、やりましょうよ。あっという今日ほんといい天気ですよこれ。もうすぐ位置変えた。どうしますか、うん、あそこで2人で撮りますか、うん、でもさ、そしたら俺まず着替えたいですね。はいはい。いやちょっとこの感動に浸ってたいんだけど、ちょっと急ごう。吉田のふんどしをちょっと最善に置いてしまってる自分がいるよ。愛だな、二人とも愛だな。1時間しかないんだよ吉田さん、聞いてる？そうですよ。健吾さん1時間しかないの？聞いてます健吾さん。俺たちこの高い金払って1時間しかなくて、 その時間をあなたたちのふんどしの CM に使おうとしてる。そうしかもねえしかも言ってる。全裸じゃねえけど雰囲気で。でそんなに寒くないもんね。でも寒そうに見えるからよくないこれ。ああ雪があって2人とも寒そうの中ふんどしちょっとやってあげたか。オッケー。めっちゃだ。バカ。僕らはバカだ。冷たい。寒い。寒い。めっちゃ寒い。寒い。もう。ケンゴ。もうケンゴのバカ。ケンゴと吉田さん。ケンゴのバカ。吉田ふう。覚えてろ。これはもうお金取りますからね。これ同じバスに乗る人たち見たらもうめっちゃ引くやつや。We're taking pictures with Japanese fundoshi. Japanese underwear. Yeah. あーもう靴下も濡れた。最悪。もう吉田さん覚えてください。覚えてください。もう日本のまあ誇りだけど。恥だよ。家賃値上げします。違うよ。やばかったな。本当に来れてよかったね。いや本当にこれカメラで伝わんないね。そんねっか。いやもう本当にね奥行きなんとも。でもやっぱ伝わんないから僕たち来たもん勝ちだよね。そうだね。一生懸命撮って伝えようとしますけど。本当に。いろんな感じで撮ったけど、うん、ちょっとね、あれよ、毎日プロフィール写真がね、そうアップロードできるぐらい本当にいい景色ばかり見せてもらってます。明日もまた違う街サンディエゴに渡るわけで、楽しみだね。楽しみだね、うん、サンディエゴはちょっとまた都会な感じになるの。また戻るね都会に、うん、
いやいいね、うん、いや、ま、今日はすごくいい日でした、うん、多分雪景色もアメリカの最後かもしれないから、あ、本当だね、うん、だからありがとうね、いやこれすごいもんね、ほらグランドカニオンの1月、うん、じゃあもう2月だ、グランドカニオンの2月2日です。 This is life.